ウィリーリー・マッコビーはアメリカ合衆国アラバマ州モービル出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。相性はビッグマックとストレッチ。1938年3月10日に10人兄弟の7男としてマッコビーはアラバマ州モービルに生まれる。家が裕福ではなかったこともあり、マッコビーは12歳から働き始めた。10代のうちに ロサンゼルスに移住して働きながらも野球をしていたが、ここでエド・スコットの招きでニューヨーク・ジャイアンツのトライアウトに参加、マイナーリーグ契約を結ぶことになる。マッコビーがマイナーリーグでプレーする間にチームはサンフランシスコにフランチャイズを移転している。ジャイアンツでのデビュー戦は1959年7月30日の対フィラデルフィア・フィリーズ戦で、後に 連動入りするロビン・ロバーツを相手に、4打数4安打、単打2本と3塁打2本を打った。この年は52試合に出場し、打率、354、13本塁打をマークして、ナショナルリーグ新人王に選出された。この後、1960年代はチームメイトである、ウィリー・メイズと共に、MM4、または、フアン・マリーシャルを含めて、3M として、 ジャイアンツを引っ張った。キャリアハイの成績を収めた1969年は打率320、45本塁打、126打点の高成績で同年のナショナルリーグ MVP を受賞した。また、1966年9月16日には推定飛距離が500フィートの本塁打を放ったとされる。この飛距離は、 1966年から1999年までの39年間、ジャイアンツが本拠地として使用したキャンドルスティックパークでの史上最長のホームランだった。1973年10月、マッコビーはサンディエゴパドレスにトレードされる。1974年は128試合に出場して22本類が、翌1975年は122試合に、 出場して23本塁打を放っている。1976年シーズン後半は、オークランドアスレチックスでプレーし、11試合に出場した。本拠地最終出場試合にて、デーブ・コンセプシオンを一塁牽制する、マッコビー1977年に、フルスジャイアンツに復帰。前年の1976年シーズンで、ハンク・アーロンとフランク・ロビンソンの二人が現役を、 引退したため、このシーズン当初、マッコビーは MLB で、通算本塁打数が、最多になっていた。この年の6月27日の対、新シシナティレッツ戦にて、マッコビーは1イニングに本塁打を放つが、このうち1本が17本目のグランドスラムで、ナショナルリーグにおいて単独1位となった。この年、マッコビーは39歳となっていたが、28、 本類だと86打点を挙げ、スポーティングニュース、カムバック賞を受賞した。翌1978年6月30日のアトランタブレーブス戦にて5 0 5号本類打を達成。1980年5月3日のモントリオールエクスポズ戦にて521号本類打を放ち、これがマッコビー最後の本類打となったが、テッドウィリアムズの通算本類打数と並んだ。 同年7月6日の試合を最後に現役を引退した。引退当時、マッコビーは4ディケ k 度でプレーした唯一の選手となり、また前述にもある通り通算グランドスラムは引退までに18本放っており、2018年現在でもナショナルリーグの最多記録で通算ではアレックス・ロドリゲス、ルー・ゲイ・リュック、マニー・ラミレス、エディ・マレーに次ぐ第5位。なお、引退当時は、 ゲ陸リックに次ぐ歴代第2位であったマッコビーのジャイアンツ在籍時の背番号44サンフランシスコジャイアンツの永久決番に1980年指定引退した1980年9月21日にマッコビーのジャイアンツ在籍時の背番号44はジャイアンツの永久決番に指定された1986年に アメリカ野球殿堂入りを果たす。引退後は、フルスジャイアンツのアドバイザーとして、長く、スプリングトレーニングで指導を行っていた。また、ジャイアンツでは、マッコビーが引退した1980年以来、球団内で最も大きな影響を与えた人物に、ウィリー・マック賞が与えられる。現在のジャイアンツの本拠地、オラクル・パークは、右翼が309フィートしかなく、 2000年に開場した当初は左打者に有利な球場とされたため当時62歳だったマッコビーは右翼フェンスまでの距離を見たら思わず現役復帰を考えたくなったと発言しているまた右翼席後方には入江がありバリーボンズラのホームランをキャッチしようとカヌーやボートを浮かべている観客が大勢おりその入江は左打者かつプルヒッターだったマッコビーの中からとって マッコビー公部と呼ばれている。2018年10月31日にスタンフォード大学病院で死去。80歳没。ありがとうございます。